私にとって人生5つの大きな勝負がありました。第1回目の人生にとっての勝負、それが志を立てて渡米ということであります。15歳の時にアメリカに渡りました。15歳の夏にアメリカに1ヶ月間だけ夏休みの旅行で行きました。英語の研修という、もう目から鱗ですね。本当にもうアメリカの広い、世界で一番大きな国、一番文明が発達してて、力があって、輝くばかりのアメリカ、龍馬が海外に行ってみたいと、アメリカを見てみたい、ヨーロッパを見てみたい、でも行けない。吉田松陰先生が、わしゃアメリカに行く、外国に行くんじゃって言って船に、密航しようとして見つかって、切腹させられましたね。あれほど命を懸けて見てみたいという人々が行けなかった外国を自分は見ることができる、そんなチャンスがあるなら見てみたいということで見てみたら、なんとびっくりと、やっぱり日本とは比べ物にならんぐらい、何やらすごいということを感じて、これはもういても立ってもおられんと、だったんじゃということで、もうバシッと退学届を出して、高校1年生の1学期でもう退学届ですよ。校長先生も担任の先生もせめて、休学にしたらどうだと、せめてアメリカ行くっちゅうなら大学行ってからでもいいじゃないかと、大学卒業してからでもいいじゃないかと、せめてじゃあ今どうしても行きたいっちゅうなら休学にしたらどうだと、で1、2年行って様子見て帰ってくるということで、その辺でどうだと、手を打たんかとこういうような話でした。で、私は校長先生に言いました。先生、僕は弱い男ですと、アメリカに行って英語はようわからん、一人で行ってどんな生活になるかわからん、困難にぶち当たったらくじけづいて、くじけて、そう弱い気持ちになって戻ってくる古巣があればそこに戻ってくるかもしれないと、それじゃ腹が据わらんと、退路を断たないと、退路を断たないと困難に立ち向かえんと、だから休学届じゃなくて退学届にさせてくださいと、私はこの高校素晴らしいと思いますと、先生方も生徒も僕には何も不満はないと、だから不満があって退学するんじゃないんだと、みんな素晴らしい友達で、みんな素晴らしい先生で、こんなに一生懸命止めてくれる校長先生も担任の先生も僕は本当素晴らしいと思うと、だから嫌いで行くんじゃないんですと、チャレンジのために行ってくじけて帰ってきたらそれはもうええこと何にもないと、だから退路を断つんだということで勝負してアメリカに行ったわけです。行ったアメリカでめちゃくちゃに勉強しました。自分で好きで行ったわけですから、自分で望んで行ったわけですから、言い訳意図ないということで、もう死ぬほど勉強しました。皆さん今大学生ね、皆さんが大学生の今現在と当時の僕の状況と、この中ね5000人近くの人いますけど、絶対に言えること、僕より勉強してるやつはいないと自信持って言えるよ。なぜ言えるかと、途中で肺炎になっても肺炎になったことがわからないぐらい、もう風邪でゴホゴホぜいぜい、もう頭ガンガンして、その状態でも一切休まずに、一度も授業休まずに、いつも真っ先の前列のど真ん中で座って食い入るように先生を見て勉強して、トイレに行く時も絶対に教科書から手を離さない、読みながらトイレに入る、道歩く時も教科書読む、運転する時も、イヤホンで授業の内容をテープでもう一度復習しながら、もう寝る時間だけ、寝る時間も最小限の時間と朦朧としながら、寝てる時間以外はもう全て勉強する。
英語がようわからん、そんなことをあしゃ言い訳に使いたくないと。それまで日本にいて高校1年まではいやいや勉強してましたよ。いやいや勉強してるからいろんな言い訳言うとった。したくないものをしてるから、何のために俺は勉強せないかんねやと、こうやって言ってましたから、ね、こんなもの世の中に出て役立つのかとか言ってましたから、大概の手抜きの勉強でしたよ。でもアメリカに行って、ね、それこそ血吐いてる父親を置いて、泣く母親を振り切ってアメリカに行ったわけですから、ね、そういう状況の中でわしがここで言い訳言って勉強サボってどうすんやと、学生のわしにとっては勉強が本業だと、本業中の本業に命燃やしてちぎれるほど勉強しなくて罰が当たると思ってやったわけですね。ですからここにいる皆さんより少なくとも勉強の絶対時間では、1日あたりの勉強の時間数ではわしに勝つやつは誰もおらんと、少なくとも同じぐらいやってる人はおるかもしれない、でも物理的な限界を超えるぐらい僕は勉強したと、ね、そのくらい燃やして燃やして燃やしまくってやったと、退路を断って、ね、アメリカに行ったからにはと。でもそれが僕にとっては人生の大きな勝負どころ、転機だったわけですね。その行ったアメリカで、高校1年生に入った。1週間で校長先生に掛け合って、もうこれはいいと、2年生に変えてくれと言って2年生に変えてもらった。教科書全部取り寄せて、3日経ったらまた全部2年生の教科書を全教科読んで斜め読みして、もう一回校長先生に言いに行って、もう2年生もいらんと、3年生の教科書全部くれって3年生に変えてもらって、また3日で3年生の教科書全部読んで、もうこれもいいと、私は高校はいらんと、そのまま大学行きますって、先生さようならって言って、そのまま大学行ってしまうと。だから高校生は日本で1年生の1学期の3ヶ月間、アメリカで合計2週間、それで高校はもう終わりということで、そのまま大学行ったんですね。で、大学では今言ったように死ぬほど勉強しました。その大学の3年生の時、出会いは突然訪れました。19歳の時でしたね。初めてマイクロコンピューターのチップの写真を見たんです。生まれたばかりのマイクロコンピューターのチップ、それを科学雑誌のところに1ページ写真が載ってた。これを見てもガーンと衝撃を受けたんですね。あの車を降りて、道で読みながらまた歩いてた。そしたらなんか何やら未来都市のようなね、未来の都市の設計図のようなカラーの写真があって、なんだろうな、不思議な写真だな、初めて見る写真だなと思って、次のページをめくったら、これがなんとマイクロコンピューターのチップの拡大写真だということを知った。それがあの人差し指の指の、ね、先っちょにちょんと乗ってるぐらいの大きさでした。これを見てね、もうボロボロボロと涙が出たんですね。全身の両手両足の指先がじーんとしびれてたまらない。人類はなんちゅうすごいことをしたんだと、人類が初めて自らの脳の働きを超えるかもしれないものを人類は作った、発明した、このことのすごさ、このことの感激に私はショックを受けたと、感動したということですね。このことによって20世紀のこれからの、ね、終わり、21世紀どういうふうに人類社会が発展するんだということを想像し始めたら、もう恐ろしい衝撃で感銘を受けたわけですね。その結果それを使って、発明に結びついていったということなんですけども、まあ先ほど言いましたように
親父は血吐いて病気で入院してる状態ですから、何年間か入院してました。まあ、あんまり家族にね、経済的に負担もかけちゃいけないということで、僕は19歳の時、まあ、大学3年生の時に、その1日5分間勉強以外に費やそうと、食事する時も必ず教科書を、ね、左手に教科書、右手でその箸とかフォークで、その時思ったんですけどね、一度ゆっくり両目でお皿を見て料理食べたいなって、そしたらどんなに美味しいだろうかなと、そんな贅沢ってあるのかなと思ったんですよ。皆さん食事する時大概両目で見てお皿見て食べるでしょ。僕はね、そんな贅沢はなかったわけ。そんなことはできない。必ず食事する時も教科書をガーッにらみながら、視野の端っこにぼーっと見える皿に何かフォークを突き刺して、とりあえず刺さったものを食べると。時々胡椒みたいなのそのまま入ってガーッと叫んだりすることで、そのぐらいの状態でね、勉強してました。だから5分間自分に勉強以外の時間を自分に与えるということはどれほどの贅沢かと。学校の勉強以外の時間を僕に5分間与える、これは大変な贅沢だと。その贅沢なこの時間を1日1つ何か発明をしようということに当てたと。